平将門。でその平将門の首塚がね、皇居のすぐ大手門のすぐ外がここにある。平将門の首塚。ここをね使わなきゃダメだと天海和尚はまあ分かったんでしょうね。あるいは神計りだったのかもしれません。だからここを使って北斗七星の形に神社を配置しました。それはもう200もう江戸時代のことです。それがね、あ違うこっちじゃない、ごめん、1,2,3,4,5,6,7、 はい、こんな形に神社を配置してあります。もちろんその神社はこの6つの神社、これは将門塚、今もあります。今ちょっとビル作ってますが今もあります。これら今も残ってる神社です。でじゃあどの神社なのかって言ったら、もうこれねネットでね出るんですよ。すぐにネットで江戸の結界って入れてください。でもすぐこれ出てきますよ。絵も写真もついて、どの神社がだって、それぐらいね、なんか都市伝説として有名な話だったんだそうです。まあ、僕は知りませんでした。全く知らなかった。でも去年の12月に、横浜であった僕の講演会に若い女性の方が、聞きに来られてて、でその周りに3人ぐらい男の人がいて、やっぱ若い方々、最後に僕になんか言いたそうなことがあったみたいなんですが、なんか他の人の、ね、元気な おばちゃんの方が声が大きかったので、そっちの質問がどんどん、なので結局彼女は僕に何も話せなくって、帰って主催者の方にメールで僕に伝えてくださいと。それがね、彼女が、あるいは彼女の旦那さんが夢で神様に出会って、その神様が江戸の東京の結界を、龍の結界から王の結界へ張り替えてくれた。でないとこの先日本が持たないと、王の時代になるに当たってね、というふうに言われて、その夢の中で彼女の旦那さんは、いや結界張るって、いやまず結界を壊すってどこにあるんですかと、その結界はと言ったら、もうお前は知っていると言われたんだそうです。でも知ってないから、そんな知りっこないし、で奥さんに言って、奥さんも分かんないから、そういや今度横浜で安江っていう変な人の講演聞きに行くから、その人なら知ってんじゃないのとかいうことで僕に聞きたかったんだけど、その質問タイムでは発言できなかったので、メールでそれを、でその時に僕はね、あお前はもう知っている、お前はもう死んでいる。ですぐね北斗神拳の北斗の拳を思い出して、あ北斗の拳、じゃあ結界は北斗七星の形だろうと僕思ったんですよ。その時は知らなかったんでこの話。 でもひょっとしてこんな話ネットにあるのかなと思ってネットで見たら、これが出てきたんです。やっぱ北斗七星なんだと、あ天海和尚が張ったやつかと。でもこれを壊すのは簡単だけども、場所も分かってるし、
次に新しく法王の、ね、結界張り直せと、これどうやんだろうと、でどこに貼ればいいのと、奥と七線の形に。今更ね、お金もない僕が神社建立、東京の土地高いですから6カ所も、ね、7カ所も土地買えません。そこでね、もうすでにある神社利用するしかない。でしかもお前はもう知っている、これがね、あの竜の力を借りてくださいってのが3年前。で辰前崎にたどり着いた。今回はお前はもう知っている、で実際に結界張るのは僕なんだから、その神様がお前はもう知っているっていうのは僕なんだろうと。で僕が知ってるすでに東京にある神社で、ね、北斗七星の形になるものってあんのかなと。しかもこの、ね、正門塚は外せない。これはそれは僕の直感だったんです。これは外しちゃいけない。今回もそこでね、一番気になったのが、お前はもう知っている。これ皇居だとしますとね、僕の白金の家ここなんですよ。この辺り白金の家で、僕ね去年の春、去年の今頃だ、今頃からその東京都内を電車とか地下鉄とか、あるいは車でチャッと行くとかタクシーに乗るとかだったら、いつまでも東京の土地感が分かんない。だって渋谷から銀座に地下鉄で出て、地上に出て階段ぐるぐる回って地上に出て、どっちが渋谷の方向なんだっけって分かんないんですよ。もうだからね、東京で地下鉄とかバスとか電車で過ごしてる限り分かんないんですよ。地図がつながらないで、そこでね去年の今頃から歩き始めた。用がある時は必ず歩く。東京駅の近くでみんなで飲もうっていう時に歩いたんです。歩くと家からね、白金の家から東京駅まで1時間半かかる。1時間半で、白金ってね、窪地なんですよ。だからどの方向を登っても行っても登んなきゃいけない。疲れるでしょ。